今回は映画「ジャスティス・リーグ」と「ジャスティス・リーグザック・スナイダー・カット」を比べてみたいいと思いますまずは簡単にジャスティス・リーグの歴史からジャスティス・リーグとは DC のスーパーヒーローたちが集結して戦う物語でヒーローそれぞれの場所やテーマなどが共有された世界の物語になりますこの世界で集まったヒーローたちが協力し合いながら戦うのですが DC コミックスで初めてヒーローが集まったのは1940年の「 オブアメリカです。これはコミック史上初めてヒーローが集結した物語でもありました1960年にはメンバーを入れ替えジャスティス・リーグ・オブ・アメリカとなりますがここまでは DC コミックスの2大スターのスーパーマンとバットマンはあまり登場しませんでしたその後スーパーマンやバットマンもメンバーの一員として戦いに参加するようになって新たなシリーズが誕生したりしながら現在のジャスティス・リーグとなっていきます 映画「ジャスティス・リーグ」は2017年に公開された作品でクレジット上では監督はザック・スナイダーになっていますしかし彼は撮影の途中で身内に不幸があったため監督を降板しジョス・ウェイドンが監督を引き継ぎましたこの「ジャスティス・リーグ」は DC コミックスのヒーローたちが同じ世界に存在しているという DC エクステンデッド・ユニバースと呼ばれる作品の一つでシリーズ5作品目となりますそのため2016年に公開された「バットマン対スーパーマンジャスティス」の誕生の後の世界となる物語なので映画はスーパーパマンがいなくなくった世界として始まりまりすその「スーパーマンがいない世界で」でバットマンとワンダーウーマンが仲間を集めながら地球を征服しようとしている敵と戦うという物語がこの「ジャスティス・リーグ」です監督が途中で交代したことや ほ他にもいろんな事情から2017年に公開された「ジャスティス・リーグ」は当初ザック・スナイダー監督が描いていた物語とは違う展開になってしまいましたもう一度撮影をし直したりあとザック・スナイダー監督が撮ったシーンの多くがカットされてしまいましたそれを知ったファンの間でこのザック・スナイダー版の「ジャスティス・リーグ」が見たいという声が上がり始めます やがてそれはファンだけでなくジャスティス・リーグに関わった映画関係者たちにも広がりザック・スナイダー版を見たいという声明が出るようになりましたそしてその思いが伝わって2021年に映画「ジャスティス・リーグザック・スナイダーカット」が公開されることになりましたちなみに日本では劇場公開ではなく配信のみとなっていますこの映画のすごいところはいくつもあるんですけれどもまずその一つが上映時間が4時間2分もあるということです 2017年版のジャスティスリーグで監督を引き継いだジョス・ウェイドンが撮ったシーンは一切使われずすべてザック・スナイダー監督が撮ったものになっています2017年の時はいろいろあって2時間の作品になってしまいましたがザック・スナイダー監督が自分の作りたかったものをべて詰め込んで4時間という作品を作り上げました物語はもちろん2017年版と同じなんですけれども冒頭からその世界観は全然違います かなり重々しい雰囲気で映画は始まります。その重々しさを作り出しているのは、映像の暗さや深みのある音楽だと思います。また、2017年版にはない、それぞれのキャラクターのバックボーンも描かれています。各ヒーローたちが抱える家族、特に両親との角質を描いていて、ヒーローたちの心の傷、闇を感じることができるようになっていました。バットマンは地球を守るために、まあ、そんな孤独なヒーローたちを何とか一つにしようと努力しています。 さらに敵キャラのステッペン・ウルフにも2017年版と違う展開が待っていてこのステッペン・ウルフの立場は2017年の作品とは大きく違っています。それ以外にもこのザッククスナイダーー版にししか登場しないいキャラクターもいますそのキャラクターは実はコミックではジャスティス・リーグの創設者の一人でもあるので DC ・エクステンデッド・ユニバースのさらなるつながりを感じさせてくれるものになっていました。 しかも、アメコミ映画によくあるエンドクレジット後に流れる物語も、2017年版とザック・スナイダー版では違っている描写もあります。それを見ただけでも、今後の DC エクステンデッドユニバースの展開がどうなっていくのか気になってしまいます。というわけで今回は2017年と2021年のジャスティスリーグを比べてみました。 まあ、同じ作品ですけれども世界観が全然違ってザック・スナイダー版は長いですがその分ヒーローたちの葛藤や親ととの関係を知ることができま,すまたヒーローを突き動かすのがそれぞれの親だということもザック・スナイダー版では描かれているので家族や仲間とのつながりが強調されている作品でした。 ジャス,ティスリーグ・ザック・スナイダーカットは4時間もあるので、まあ、それ1本見るだけでも十分なんですけれどもせっかくですから2017年のジャスティス・リーグと見比べていただいて世界観の違いやザック・スナイダー監督の描きたかったものを感じるのもこの映画の楽しみ方の一つじゃないかなと思います。というわけで今回はジ「ジャスティス・リーグ」と「ジャスティス・リーグザック・スナイダーカット」についてのお話でした。